ルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は博多区竹岡町で仕事帰りの方でにぎわうお店、博多柏専門店小慶にお邪魔します。 JR 南福岡駅から歩いて6分、福岡銀行雑所の熊支店の近くにある博多柏専門店小慶。店内にはテーブル席とカウンター席があります。オーナーの黒木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどんなお店ですか？はい、新鮮な鶏にこだわった地域密着型の鶏専門店です。おすすめメニュー教えてください。はい、桃の炭火焼けになります。こちらは赤鶏の新鮮な桃肉を炭火で強火で仕上げてジューシーに焼き上げています。柚子胡椒がついてますんで、鶏の油に溶かして食べてください。歯ごたえ最高ですね。ありがとうございます。すごい力強い鶏肉で、噛むと鶏の旨みがじゅわっとお口に広がります。はい、この焼酎に合うお料理教えてください。はい、手羽先の唐揚げになります。こちらの手羽先は骨がスルッと抜けるので、骨を抜いてそのままガブリと食べてみてください。よいしょ、スポン、おー、綺麗に抜けましたね。中のお肉はそうプルンとして柔らかいんですけど、はい、ちょっと揚げてあるので、はい、皮目がパリッとしていて、そしてちょっとピリッとしたスパイス、美味しいですね。パリッとジューシーな手羽先の唐揚げとすっきりした焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言、はい、どうぞ。はい、イケメンな大将と気さくなスタッフでお待ちしてますので、皆様ご来店お待ちしております。それでは黒木さんもご一緒に、はい、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。